タンパベイレイズのチェジマンが2試合連続マルチヒットを記録した。チェジマンは1日に行われたボストンレッドソックス戦に先発出場し、4打数にアンダ14玉に得点を記録した。先月29日、トロントブルージェイズ戦で3アンダを記録していたチェジマンは、この日も2塁打2本で勢いを見せた。 打率は点260から点264へ上昇した。一方、レイズは85でレッドソックスを破り、3連勝を収めた。